はい、ということで次はカザフスタンに行きたいと思います。秘密のソビエトのプロジェクトあってさ、 KGB、 あのプーチン大統領がいた諜報機関の KGB か。お、戦ってるね。今回はね、雪が降ってますね。本当にララ、いろんな場所行きますな。いろんな場所行きますね。ジャングルだったり、今度は雪が降ってたり、あとは東京行ったりとかね。ここら辺になんかあるかな。まだ何にもないか、ここら辺は。よし、ここはジャンプすればいいのかな。違うか、いいのか。え、びっくりした。いきなり始まったよ。いきなりアクションが始まった。びっくりした。はい、じゃあジャンプで下ね、下。はい、オッケーオッケーオッケー、オッケー、そういうことね。パラシュートか。あいつらを倒すということね。これ戦いづらいかもしれない。大丈夫か。いや、これ結構難しいぞ。よし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 、オッケー。あと一匹。よし、倒したか。回復使って、あ、ここにスナイパーライフルあったんだ。まあいいや。それでリワード探しといきましょう。リワードあるかな、どっかに。今戦った場所の中に入ったらメインストーリーが進んじゃうと思うんですよね。なので、あそこのアイテムだけいただいて。 OMG、 まだいた。また出てきたぞ。 OMG、やばい。よし、倒した。あ、倒した。オッケー。よし、回復使って、オッケー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 。これで全員か。オッケー、倒した。武器を集めて、それから回復アイテムもゲットさせてもらって、ここ開くのかな。開かないか。ここメインルートだと思ったけど違うようだね。あ、今のがリワードか。なんか光の玉みたいな。フリーエネルギーか、もしかして。今の金色に見えたけどブロンズなんだね、ゴールドじゃなくて。まあいいや、1個目ゲット。よし、このはしご上に行けそうだな。こことか開くんじゃないの。開かないか。空調違うか。まあでも開かなかった。スライド式なんだね、だから開かないの。おお、いい眺めでしたね。今は敵がいたで、今そこから上がってきたから。あの箱怪しいな。あの箱はなんだ。
お、リバード発見。取りに行こう。よし。危ない。行けた。よかった。ゲット。ブロンズ。あそこに嫌がるな。ちょっとこっちの方も行ってみようか。さっき見たけどね、上から。なんかあるかもしれないし。なさそうか。よっしゃ。こっちは行けないのか。Locked。封鎖されてるんだってさ。なるほど。あそこにもリワード発見。あ、当たんない。こっからじゃダメなんだ。網があるから。多分。とりあえずあの人倒しとくか。もう一回上に行って、上からだね。ここはいい眺めですね。へへ。はい、倒そう。OK。よし。OK、OK。ここの中には、空っぽか。空っぽだね、ここは。はい。待って、あそこにあったから。危ない。まだいたか。やられちゃった。